次はですね、まあ、リピートされない業種でも、まあ、10%の顧客呼び戻しハガキ DM ということで、もうこれも私が7年前から使い続けている呼び戻し DM っていうコンセプトで、まあ休眠顧客だったりとか、まあ、離脱顧客って言われるような人たちですね、あなたからもう商品を買わなくなった、ある一定期間以上商品サービスを買わなくなった人たちに、ダイレクトメールを、まあ、3ステップで3通送って、まあ帰ってきてもらうっていう戦略です。これ本当に、まあ、僕自身は美容室でやってたりとか飲食店でやってたりとか、整体院でやってたりとか、まあこんな、まあ、ちょっとイメージしやすい業種業界あると思うんですが、ちょっとイメージしづらいものとしてはこれ、まあ、かなりこれがうまくいってますが、今、やっぱりリフォーム業とかがねすごくうまくいって、もうこれ本当に意外でしたが、私のクライアントさんでもですね、500リストぐらいにですね、こうリフォームのちょっとした、これはまあ呼び戻しじゃなかったんですけど、ダイレクトメール送っただけでですね、めちゃくちゃ問い合わせが来てですね、ちょっと工事が発生して、しかもその工事が1個発生すると同時に他のところの提案も通って単価が上がってくるみたいなことが、起こっています。ということで、こうこんな業界はさすがにないやろうみたいなところの方が逆にうまくいったりすることあります。まあ、これは月刊クソですよね、書いてくれている、高田さんのところもですね、高田さんもダイレクトレスポンスにはまったのは、もういいからうちと全く同じ、美容室で使ってるのとも全く同じで、同じような作り方で、あなたのリストに投げてみてくださいって、もうね、僕がちょっとまあ半ば強引にやってくださいってやってみたら、これ70何万円売り上げ上がってしまって、もうすごい信じてない、うちはもうやっぱそんなもう土木工事ですからみたいな、市の仕事とか受けてるところだから当てはまらないよって言ったようなところにやってみたら、まあ、いきなりうまくいった。でそれでまあ高田さんすごくハマって、ダイレクトレスポンスをビジネスに取り入れて、もうね、公共工事が9割だった会社さんが今は民間工事の方がまあ半分以上になるような、そんな風な転換を起こしました。で今回まあまたハンコ屋さんっていうですね、まあ、ハンコ屋さんってね、二言目には言うんですね。ハンコっていうのは、まあ、一回買ったらもう買ってくることないからみたいなことを、まあ、おっしゃっていただけるんですが、まあ、これ、一つは、まあ、その通りということをイエスと言ったようで、もっともっと大切な観点、可能性をね、すごく狭めているので、僕からどうしてもお伝えしたい観点があります。それが何かっていうと、確かにご本人はもう二度と買わないかもしれないけれども、ご本人のご家族だったり、ご本人の、まあ、ご家族、まあ、奥さんだったり、まあ、パートナーだったり、あるいはお子さんだったり、あるいはご両親かもしれません、あるいはご友人の何かの記念にとか、あるいは親戚の誰かだったりとかっていうことがあるかもしれません。ということで、正直言うと、その人本人のリピートがたとえなかったとしても、その人の周りの人に対して、そのあなたの過去のお客さんに対して何かを送ることによって、その人の周りの人から購入が発生するっていうことも、まあ、リピートの可能性、しかもすごくいい紹介のリピートっていう可能性もあるわけですね。なので、価値提供を既存のお客さんにし続けることで、まあリピートが起こるっていうところです。例えば今回の、まあ、ちょっとごめんなさい、で詳細の、ね、お客さんがどんな人が来たかは分かんないですけど、まさにですね、その方のお子さんに、まあ、ハンコが必要な時に親御さんが買ってくれるっていうことも当然起こりますよね。ということで、まあ、リピートの可能性をね、ちょっと縮めないというか狭めないということをもうぜひ、認識をこの機会にしておいてください。で今回ですね、まあ、3ステップの DM どうやってやるかっていうと、まあ、1通目を2週間の期限で発送します。で期限が切れた頃に、切れる頃に、2通目を発送します。それもまた2週間の期限で発送します。その2週間の期限が切れる頃に、あるいは切れた頃に、まあ、3通目が届くっていうところ、ただただこの仕組みです。でこれで注意点が1個だけあります。6週間の期間なので、期限を2週間ではなく、1通目は6週間の期限、2通目は残り4週間、3通目があと2週間っていう風にするのだけはやめてください。これ、まあ、これ なんでこの形にしているかって、これ超重要なんですけど、人は受け取った時か締め切り前、この2つしか反応しません。もちろん完全にこの真ん中がゼロになるっていうわけじゃないんですけれども、私たちもたくさんたくさんいろんなことやったんですけれども、もう購入が発生する、何らかの反応が発生するのは、リリースしたその日と締め切りのその日、もうこれ確実なんです。まあ、もしグラフにするんだったらこういうグラフですね。真ん中に行く、まあリリースした時にドカンって上がって、で真ん中はすごく下まで下がって、で締め切りにガツって上がっていくっていうことで、もう本当こういう図、あるいはこういう図になっていきます。もう必ずこれはなります。なのでもしせっかく3通も送ってるのに、全部の締め切りが 6週間、4週間、2週間ってなるんだったら、基本的に反応するのはここのここと、ここのここ、
ここだけで反応になりますので、すごくもったいない、せっかく3通出すのですごくもったいないので ここだけは気をつけてください。まさにね、上田さん書いてくれてますね、まあ昔は実印とか銀行が月曜になったので買いました。なのでもう2個目作らないよ。確かに僕もですね、今使ってるのは、中学校の卒業記念にいただいた印鑑を未だに僕使って、まあでも私もたくさん会社やってますので、会社作るたびに作ったりとかするんですけれども、確かに会社員作るのは1回きりで2回作った記憶はないです。実印も1個作ったら2個目作ることないです。確かにそうなんですけれども、まあ、ここに書いてる、割引、まあ、オファーがあるから、まあ、家族の分、まあ、安い時に買っておきたいっていう、そんなね気持ちも発生したのかもしれません。でこれで、やった結果なんですけれども、まあ、1つ目では来店0件、2つ目が送付直後に2件、3つ目は締め切り直前3名のご来店ということで、まさにこの先ほど言った締め切りのパワーっていうかですね、送付した直後と締め切り前の反応っていうことが起こりました。まあ売上のね、利益自体は2万9000円と、まあ、その小さいか大きいかもそれぞれ人それぞれなんですけれども、一つ分かっていることは、これをやっていなければ発生しなかった売上なんですよね、必ずね。なので、まあ、少ないリストだから何やってもダメだろうと思うかもしれないけど、たった50通送って5人が反応するっていうのはね、結構ポイントですよね。しかもまあお客さん住所変わっていて、5通は2つなんで45通で、5人の博多が反応してくれたっていうことで、そんなにまあ悪くない、ものです。でまあ、この3ステップ、まあ、何回も解説したことですけど、今日初めてね、知った方見た方もいるので、ちょっと簡単にですね、3ステップで送るときに一番ある質問というか相談がですね、いただく質問相談が、3通もダイレクトメール送ったらクレーム来るんじゃないですか、同じ人に3通もダイレクトメール送ったらクレーム来るんじゃないですかっていうちょっと心配事を聞かせてくれる、いただくことがよくあります。事実私自身ですね、昔ガンガンこの3ステップ DM やった時に、事実1回だけもう送ってこないでっていう、ちょっと切れ気味というか怒られた叱られたことがありました、担当の方がね。なので確かにこれ完全に怒らないということは、言えませんし、怒る可能性があります。だけれどもその対応どうしたかって言ったら、別に、謝罪して菓子折り持ってって謝りに行ったか、社長連れて謝りに行ったかって、そんなことなくって、申し訳ありませんと、もう届かないように、うちの会社のリストから外させていただきますので大変失礼しましたっていうだけの対応です。まあ、それがね、まあ、それをどうしても嫌だ、それが恐怖でいつも送れないっていう方はちょっと仕方ないかもしれないですけれども、じゃあどんな内訳でそんなことが起こったかっていうと、600件の顧客リストに対して1ヶ月に1回3ステップ DM を送っていました。でそれで2年半やった美容院でいただいたそういったお叱りが1件だけでした。まあ、それを多いと取るのか少ないと取るのか、もちろん人の感度ですけれども、もっともっとフォーカスしてほしいことは、それをしなければもう二度とお店に来てくれることのなかった人が、まあ、何百人ともう一度お店に来てくれたよっていうところ、こっちの方が私たちは大切にしていることなので、まあフォーカスする場所というか、どちらに気を向ける場所なのかということで、確かにこの同じリストに対して6週間の間に3通も、しかも同じオファーというか同じ商品サービスを3回も送ることっていうのは、まあかなり心理的抵抗はあると思います。だけれどもそれをすることによって、例えば1通目で間に合わなくて諦めてたんだけど、2通目が届いてよかったって送ってくれてありがとうって言ってくれるお客さんもいますし、2通見てその2通ともどうしてもタイミングが合わなかったんだけど、3通目で来たのがもうそれがタイミングちょうど行ける時があったので行けました、送ってくれてありがとうって言ってくれるお客さんもいるわけですね。なのでまあ本当にどちらにフォーカスするかっていうのはまあ考え方次第。ただもう一つの考え方があって、これ来なくなったお客さんのリストに送ってるので、どうせ来なくなるんだったら、まあ嫌われても一緒のことかなっていうところは一つの、まあ、もちろんその地域でね、地域性があるビジネスの場合、地域の評判が悪くなるっていうこともありますけど、まあ、正直家に3通 DM 届いたことを友人とのネタにしてものすごく盛り上がる可能性ってかなり低いというかですね、まあ、もちろん共通の人に届いていたらで、まあまあ、だから何が言いたいかっていうと、こんなことを言い出したらキリがないんですよ。もう正直キリがないです。ですごく大切なことは、
あなたが本当にお客さんにとって価値をあるサービスをしていたんだったら、そんな評判は起こんないってことですよね。本当に素晴らしい商品サービス、本当に素晴らしいサービスを来てくれたお客さんに提供したんだったら、そんなこと起こんないし、もし起こったとしても、あそこ、まあ、そんなことないよって、ああいう、まあ、ちょっとダイレクトメール多いかなっていう気はするけど、すごくいいお店だから、あなたも行ったらいいじゃないっていう会話になるかもしれません。だから大切なことは、ダイレクトメールをやりすぎたせいで評判が悪くなるっていうことではなく、やっぱりもしそういった評判が悪くなるとしたら、来てくれたお客さん、あなたの商品サービスの品質っていうところも、に問題があるかもしれません。別にあなたがどうかわからないですが、っていうふうに今僕何を言ってるかっていうとね、もうこれ本当に言い出したらキリないんです。もういろんな可能性があります。いろんな可能性があって、いろんな、こうネガティブな反応、ネガティブな影響、ポジティブな反応、ポジティブな影響っていうのが、まあ、どん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 たくさんあります。言い出したらキリがないです。だけれども、事実こうやってやって売り上げ上がって利益を出していって、そしてこれでまた戻ってきてくれた人がリピートしているっていう人たちもたくさんいるっていうところで、もしやらなければそういった可能性もなくしてしまいますので、もう考えるのはあなた次第なんですけども、考え方はあなた次第ですが、私たちもこういったことをお勧めをしています。で、実際に上田さんがね、出したダイレクトメールっていうのがこんな感じです。ここにね、宛名を、まあ、宛名シールでペロって貼っちゃうのかなと思いますが、ここに宛名を書いて、で、表面、これポイントはですね、クーポンだよっていうことがすぐに分かるように見た目にしてください。これ、ここが分かりづらいのすごくもったいないです。クーポンだよっていうことが一目で分かるところをやっていくっていうところと、もう一つこれ、キーワードの言葉のね、ポイントがあって、コピーのポイントがあって、お金と同じようにお使いいただける金券です。ただですね、これちょっと多分、ここが何円引きの時は OK なんですが、上田さん多分当時多分分かってなくて、そのままコピーを使われています。なんでこれちょっとね、ポイントは半額の時はお金と同じようにお使いいただく金券ですと実は分かんなくなりますよね。半額なのにお金と同じように使える金券って、これ分かんなくなります。分かんないですよね。でも、何円引きの時はお金と同じようにお使いいただく金券っていうキーワードはすごくポイントになります。すごくパワフルなキーワードなので使ってください。なので面白いですよね。広告っていうか、このダイレクトメールってちょっと間違ったぐらいじゃ反応にあまり影響がないので、あまりいろんなことをきれいにきれいに整備しようとしてやるっていうのは、もったいないです。ちょっと間違ったって反応は取れます。大切なことは適切なオファーで、相手が反応したいと思えるようなオファーで適切な相手に送るっていうことが大事です。まあ、今回だったらもう半額っていうこのオファーが、まあ、すごくパワフルでした。で、まあ、一等当選おめでとうっていうところのアイデアを使われています。はい、で、2通目にまた同じことを送って、3通目で最後のお知らせですっていうところで、やっています。3ステップのポイントはですね、まあ、一等当選しましたよっていうところがポイント、まあ、アイデアですね。アイデアで、オファーは半額がおすすめ、です。で、2通目は、2通目です。前、締め切り切れましたよ、もしかしたら見てなかったと思うからまたもう一回送りましたねっていうものにしました。で、3通目のポイントはもうシンプルに、もうこれで最後ですよっていうところです。で、今回上田さんのちょっと工夫されたところは、本人からのリピートがちょっと見込めない業種っていうことで、ご自身が必要ない場合はお友達お知り合いの方にプレゼントしていただいても構いませんっていうことを言っているということで、まあ、そこでこうですね、ちょっと周りの人からのリピートを生み出す、そんなことのアイデアを使われています。この事例もですね、まあ、何が正解とか何が正しいとかっていうこと、絶対の法則があるっていうわけじゃないんですが、使い方次第、あなたの活用の仕方次第です。いろいろ可能性が広がる事例ですので、ぜひご活用ください。